テイハルト氏、テイハルト氏、チョンテセ、1984年3月2日隊は、愛知県名古屋市出身のプロサッカー選手、在日韓国人三世、愛韓民国、韓国籍を持っている、元朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮代表、J1 リーグ、清水エスパルス所属、ポジションはフォワード、韓国籍の父親と、 朝鮮籍の母親を持つ在日コリアン3世として生まれる。母親は在日の朝鮮学校初頭部の元音楽教師。愛知朝鮮第二初級学校、日本の小学校に相当4年生の時にサッカーをメル。朝鮮大学校体育学部に在籍し、週休部所属時には東京都大学サッカーリーグ下部でプレーする傍ら、サッカー代理人契約を結んだ。 田辺信明の紹介を受け、プロ入りを目指して、J リーグの数チームで練習生として参加。川崎フロンターレの練習に参加した、際の先週大学との練習試合で挙げた5得点などが評価され、卒業後の2006年に川崎に入団した。同大学から直接、J リーグへ進んだのは定が初めてである。初年度は交代出場が多かったものの、 コンスタントに出場機会を得て、同年7月19日の J1 第13節、鹿島アントラーズ戦、鹿島で J リーグ初得点を挙げた。2007年には AFC チャンピオンズリーグ2007にも出場し、この時初めて訪れたという韓国での全南ドラゴンズ戦で得点を挙げ、川崎のグループリーグ突破に貢献した。また、同年10月28日に行われた、 J1 第30節 FC 東京戦、アジノモトスタジアムでは、自身プロ入り初となる、ハットトリックを記録した。2007年シーズンの後半からはスタメンに定着し、ゴールを量産、12得点を挙げた。2010南アフリカワールドカップ後に、ドイツ分リーが2部の防フ無へ2年契約、1年間の延長オプション付きで、移籍が決定した。 2010から11シーズンは、ホームでの開幕戦、1860ミュンヘン戦に、先発出場し、2ゴールを決める活躍を見せ、フリートヘルム・フンケル監督から、彼には驚かされている。あんなにオープンなアジア人は見たことがない。彼の成長を見るのが、毎日楽しみなんだ。と評価された。このシーズン、チームは昇格プレイオフで敗れ、一部昇格は、逃すも自身は、 リーグ戦10得点を挙げる活躍を見せた。2012年1月、ブンデスリーが一部一、FC ケルンへの移籍が発表された。終盤では、出場機会がなくなり、移籍先を探すようになった。2013年1月10日、K リーグクラシック、スイバラサムスンブリューウィングス。2013年6月16日、国立競技場で開催された。 東日本大震災復興支援 2013J リーグスペシャルマッチにゲストレイヤーとして出場した。2015年7月8日、日本の清水エスパルスへ移籍することが発表された。報道では、4億から5億ウォン、約4000万円から5000万円の移籍金と、年俸6億ウォン、約6000万円の3年半契約とされている。 J リーグでのプレーは2010年以来5年ぶりとなる。シーズン途中の加入であったが、清水は J2 に降格してしまう。2016年は、大前元則と2トップを組んで、得点ランキング1位、キャリアハイの26ゴールを挙げ、J2 得点王を獲得、アシストもチームトップの10であり、清水の1年での J1 復帰に貢献した。2017年より、 清水エスパルスの首相を務める。首相になるのは小学6年生以来とのこと。2017年は3月11日のアルビレックス新潟戦では2試合連続得点を決めた。2007年6月にマカオで開催された東アジアサッカー選手権2008予選大会の北朝鮮代表に選出され、3試合で8ゴールを上げ得点王となり、チームの 本大会出場に貢献した。2009年6月に所属する北朝鮮代表が44年ぶり2度目のワールドカップ出場を決めた。東アジア選手権2008本戦では、第1戦で日本代表から1得点、試合は引き分け、第2戦の韓国戦で1得点、第3戦中国戦でも1アシストを見せた。この活躍により、FIFA 公式サイトでは、 朝鮮人選手として初となるロングインタビューが紹介された。2010年6月ワールドカップのグループリーグ第一戦にて FIFA ランキング1位で優勝候補に挙げられたブラジルと対戦。ブラジルの圧倒的有利が予想されたが0から2のビハインドから北朝鮮のゴールをヘディングでアシストするも試合は1から2で敗れた。特徴的なルックスは しばしば、パンストを被っているような顔と例えられ、これに対して本人は、どんだけ失礼やねん。と切れながらも、ちょっと美味しいと思ってると心境を述べている。この、パンスト顔は、川崎フロンターレ在籍時代には、ファン感謝デーにて、社長の武田信平と、ストッキング相撲を行うほどに浸透ていた。テレビ番組、ヤベッチ FC では、のという顔文字で、手が表されており、これは、 サポーターの横断幕にも描かれるほど定着している。本人のブログも最後にこの顔文字が使用されている。2013年12月、韓国人女性と結婚したことを発表した。息子と娘が一人ずついる。ファジアーの岡山 FC のリアキラ・ツヨシとは、初級学校から高級学校までチームメイトであり、信仰が深い。氏は、父親の国籍と同じく、 韓国籍だが、朝鮮学校で教育を受けたため心の祖国は北朝鮮であり、かねてからずっと祖国、北朝鮮の代表になりたかったと語っていた。そのため、韓国籍を放棄して、朝鮮籍を取得しようとしたが、韓国政府は北朝鮮を国家として承認していない、ため拒否され、在日本朝鮮人宗教協会の助けを得て、韓国籍のまま北朝鮮のパスポートを取得し、FIFA、 国際サッカー連盟に北朝鮮代表としての出場を認めさせている。テイと同じ在日コリアンのスポーツライター、シン・タケヒロは、韓国籍ながら北朝鮮代表として出場するテイ・ハルト氏の人生について、歴史が生んだ矛盾だと語っている。在日韓国人三世でありながら朝鮮語も、非常に堪能ではあるが、母語は日本語であるため日本語なまりは抜けていない、在日朝鮮語。 北朝鮮、韓国メディアからの取材、番組出演には朝鮮語で対応している。日韓リーグオールスター戦では J リーグ代表として出場し、韓国系リーグと対戦する心境を国家の代表としては朝鮮代表だが、今回は日本代表として出て少し複雑な心境だととろしていた。夢は北朝鮮代表としてワールドカップに出ることであり、 出場した2010フィーファワールドカップの初戦、ブラジル戦では国家青少時の愛国家に感極まって涙した。試合後にサッカーを始めた時からこの日をずっと想像していた。この大きな場所で世界一のブラジルと戦えたことを嬉しく思うと語った。この涙は大韓民国でも話題となり人民のルーニーと呼ばれた。2010年7月に 中央日報のインタビューを受け、2010FIFA ワールドカップの対ポルトガル戦で、打点用スパイクが足りず、性能も悪かったというエピソードを話し、記者から、韓国代表や日本代表に入った方が条件がいいのではと質問され、金銭的な面や良い環境は、プロチームで追求すれば良い。自分にとって、国家代表は、お金ではなく、信念を確認する舞台と返答している。 また、祖国は母のような存在で変えることはできないとも述べている。また、韓国の印象について聞かれ、ワンダーガールズのファン。可愛いのも良いが、表現力が感動的なほど優れている。日本人の同僚とカラオケに行けば、徳島は我が領土をよく歌う。日本の友達も韓国語を聞き取れないので、ウリタン、我が領土という部分を一緒に歌うと返答している。 2011年2月に ZDF のインタビューにおいて自分はスポーツ選手であり政治家ではないとして北朝鮮の政治状況に関する質問には回答していない一方前述の通り竹島に関しては政治的な立場を明確にしている水原時代の2013年2月チームメイトとどんな話をするかと聞かれ女性の話サッカーの話 テレビの話などをする。北朝鮮の話をする時もあるが、あまり関心がない。政治的な話をする理由はないのではと答えている。2013年6月21日、テイ・ハルト氏が海外のテレビ番組で、金正日を尊敬していると発言したことを受けて、韓国の検察は国家保安法違反容疑でテイ・ハルト氏を捜査していると報道された。J リーグでは、 通常の外国人枠とは別に各クラブ1名まで出場することができる純外国籍選手枠、在日枠を活用して入団。なお、同制度は日本の学校を卒業した者を対象としているため、定は朝鮮大学校在学中に通信制のクラーク記念国際高等学校にダブルスクールし、日本の高校を卒業している。定の川崎入団に伴い、 それまで同クラブの純外国人枠選手だった、テイ・ヒロシ・ウッツが、限りつき移籍終了により退団した。J リーグの試合や、日本サッカー協会が主催する、天皇杯全日本サッカー選手権では、他の外国人とは別扱いで参加できたが、2007年の AFC チャンピオンズリーグでは、同僚のブラジル人選手との登録枠争いが、生じた。 結果としては負傷で苦しむフランシス・マールが外れ、定が出場可能となった。2009年シーズンからは、AFC チャンピオンズリーグ等で、アジア空打制が再され、J リーグとの差は解消された。K リーグでは、韓国籍で登録されているため、外国籍選手枠の対象からは外れる。AFC チャンピオンズリーグでも同様で、 同リーグの外国人枠及び AFC 加盟国枠対象にはならない。ワールドカップのユニフォームの背中の名前のプリント部分に JTSE の下にうっすらと A、ヨング・ホックと名前の消された跡がある。これはユニフォーム制作の際、安営学の名前をミスプリントし、再度定の名前がプリントされているため、本人はミスったなら新しいの作れよ。と言いつつも、 ヨンハさんの魂を受け継いで試合が張れるとし、気に入っているとのこと。フィジカルの強さから、人間ブルドーザーとファンに呼ばれ、親しまれている。2011年11月、テイハルト氏の奇跡を追ったドキュメンタリー映画、テセが公開された。エスパル水石後、練習場近くにあるパスタ屋の味に惚れ込み、2016年11月には、 天守の了解を取った上で同店の広報用、ツイッターアカウントを開設してしまった。兄は、元サッカー選手の定2世。兄は、韓国籍を選択し、K リーグチャレンジのヒュンメルコリアなどに在籍していた、GK である。1666326858277193726。63 26 85 8 コールスパムイコール十1 1 3 8 2 7 5 1 1 7コールスパムイコール210561750コールスパムイコールに0 0 5 0 4 4 1 4コールスパムイコール万4 1 4 7 1 5 3 0二3 2 0 2 6 8 2 1 1 3 5 0 1 3 8通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。